はい、こんにちは。黄金体験チャンネル、湘南ゴールドエナジー CEO の森谷です。今日はね、24時間リレーマラソン富士北麓公園、2011年から、仲間と出場してるんですけど、3年ぶりに出場してます。まあ一昨年はねコロナの影響中止で、去年は縮小開催だったんですけど、去年実は私、MC と、まあ、ドラムの、ね、パフォーマンスとかそういうののアテンドで来てまして、仕事で去年は来てます。今年久しぶりにプライベート参戦なんですけど、まあ、いつもねおキャンピーで、出場してるんですけど、おキャンピーね2012年にはね優勝もしたチームなんですけど、今年はねいつも3チームぐらいやってたんですけど、今年はね久しぶりの開催ということで1チームで15人マックスなんですけど、いろいろありまして13人で回してます。まあね、私もね、この1ヶ月暑くて全然走ってなくて4キロ太っちゃったんで、まあどのぐらいねいけるかなって感じなんですけど、チームメイトがすごいみんなねいいんで、まあ私も久しぶりに24時間フル参戦するんで、ちょっといい順位でいけるかなって感じはします。で、第1走はねブレーキング20でもねレースやってくれた箱根駅伝に、ね、出てる小山くんが走ってるのでね、いい順位で帰ってくるんではないかと思います。今日はじゃあレースのダイジェストをねお届けするんで、どうぞ。はい、参ります。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、スタート。頑張れ。え、第一走の小山選手何番で来たんですか？多分途中まで2番でそこら辺で1番です。あ、さすが。帰っていいですかいや、この24時間を楽しみに来てるんじゃないですか？いや、そうですね、合宿なんでえ、きつい。今日はじゃあいい練習ですね。そうですね頑張ってください。ありがとうございます。はい、今まだね、13人中の、まあ、10人まで走ってまだ開始ね40分なんですけど、今順位はね、2位かな、2位らしいです。やばいですね、優勝争いをしちゃって。まあ俺がね、最初の1周目はね動画回しながら走るんで絶対にね、まあやあれなんですけどね。どうですか皆さん、感触は久しぶりの24時間リレーマラソン3年ぶりの。いや、きついですけど、時間通りに来たっていうので仕事したと思います。ああ、そうですね、遅刻癖がある三宅さんはね、それだけで今日の仕事は終わりですね。でも今までの 1.7 キロで最初スタートしてやばい坂あって、その後はプランあるより楽ですよね、コースは。あ、だいぶ走りやすくなります。しかも今日涼しくていいですね、はい、24時間リレーといえばねすごい暑くて1週ごとに T シャツ変えたりするんですけど、今日はねなんか俺もバカみたいに服持ってきちゃったんだけど大丈夫かなって感じですね。じゃあまだあと23時間20分、頑張りましょうはい、で今日ね、これからもうすぐ1本目なんですけど、ちょっと本当に久しぶりでドキドキしてるんですけど、シューズはワークマンカーボンのハイバウンスオーバードライブにしました。っていうのもなんでかっていうと、ズームフライ3とかが良かったんですけど、俺今藤沢と小田原に2拠点生活で、ズームフライ3もテンポネクストも藤沢にあるんですよ。で今日小田原から来て、小田原から走ってレースでなんとか使えそうな小田原にあるシューズって、まあ、ベーパーあるんですけど、あれはねちょっとまだあれかなって感じでこれしかなかったんで、なんかまあでもいいですね。ハイバウンスオーバードライブ税込み2900円なんで、こうやって持っとくと何かあった時使えるし、最悪捨ててってもいいかなと思います。ちなみにワークマン朝7時からやってるんで、なんなら来る途中に買うっていう選択肢もできるんで最高ですね。さあ自分の前のランナー佐藤が行きました。あと5分後ぐらいには俺もスタートですね。最初の1走目は、国立のリレーマラソンと同じようにね全部動画回そうと思うんで。あ、確かにいいっすね。我々エントリーナンバー1番なんでね、ほんとこのねすぐ裏がねテントなんでいいんですよ。これね、コロナ対策で密にならないようにコース上ならどこでもバトンリレー、タスキ受け取れるようになったのがいいですね。すごいね、やっぱこういう緩い感じになったんで、前はね一箇所で受け取らないといけなかったんですけど、今どこでも受け取れるんです。なんでこうねテントのそばで受け取ります。はい、さあ1回目行ってきます。
吐いた。あー、きつい。はい、1本目終わりました。 1.3 キロ約5分53秒、はい、ボロボロですね。まあ、カメラ持ちながら走ったとはいえ、キロ4分40ペースでしたね。まあ、2年前の、ね、6月に74キロまで体重いっちゃって、ブレーキング20始めて10ヶ月かけて19分36までいって、体重も65キロまで落ちたんですけど、この1ヶ月で私は4キロ太って今71キロ。ちょっとね、今日もやっぱね、この1ヶ月暑くて走れなかったんですけど、予想より走れないですね。またブレーキング20やろうかな、来月から、マジで。で、今のぐらいちょっとやばいです。また60キロで戻りたい。今ならまだ取り返す気がする。はい、ちょっと飲み会が多いんですよ。この1ヶ月20回ぐらい飲み会あったんで、まあ頑張ります。今ちょうどねスタートしてやっと11時ぐらいなんで、今1時間経ってあと23時間。まあこっからね、早い人はまた続くんで、また順位が上の方来ると思うんで、また自分で落ちてっていう繰り返しで最後何位になるかですね。まあ前編後編、もしくは前編中編後編で、今日のね夜中にはこれ前編アップしますので、はい、ということでお楽しみに。はい、開始して1時間40分、残り22時間30分もありますけど、結構雨が降ってきました。はい、結構降ってますね。まあ涼しいのはいいんですけど、ね、猛暑よりなかなか降ってますね。夜8時まで止まないみたいなので、ちょっと頑張っていった方が良さそうですね。頑張りましょう。はい、3時間40分が経過して、これから4本目走ります。自分はね結構5分ちょっとで 1.3 キロ、全然ペース悪いんですけどね、やっぱ今日みんなねすごい頑張っててね、今3位キープしてて、このまま3位でいけそうな感じです。2位とはちょっと2位もね結構近いんですけどね、4位とは結構離してきたんで、はい、雨がね降ったり止んだりで途中ね一瞬強くなりもしましたが、今ちょっと小雨ですね。で、夏なんですけど涼しいを通り越してちょっと寒いぐらいです。僕標高 1000m なんで、多分夜めっちゃ寒くなると思います。まあ暑いよりいいですね。まあ、夜は怖いな、ちょっと。まあね、でも暑いよりこの走る人はいいね。はい、佐藤が来ましたね。お疲れ。会場では常にね絶えずミュージックが流れてるんですけど、これは参加者がね YouTube にある音源をリクエストすると運営さんが順番にかけてくれるんですよ。すごいいいサービスですね。マラソンには音楽とやっぱね聞きながら走る人も多いと思うんですけど、まあ私が主催しているマラソンもね結構常にそのファーチャネルレコード入れてバンド入れたりして、まあなんかランナーが音楽聴けるようにしたり、他のね協賛する大会にも音楽呼んだり、まあ去年この大会にもまさにね、うちのアンバサーのねドラマーのミキちゃん呼んで、ドラムの演奏やってもらったりしたんですけど、ちょっと今年はリクエスト行ってみようと思います。まあエナジー関連の曲何個はリクエストしてこようかなと思います。あ、ダイソー今使っていいですか？ダイソーサービス今使っていいから。安部さん、この曲どうですか？いやー、いいっすね。気合入りますね、これ。よし、行きますわ。運営側としては、はい、例年は配給として吉田うどんが夜ご飯に出るんですけど、今年はね、感染症対策かカップラーメンが1人1個支給されます、運営から。このカップヌードル醤油ですね。まあ、今日寒いんで本当これありがたいですね。水分補給もできて、お腹も満たせて、あとはね個人的にチームの代表が買ってきたカップラーメンもいっぱいいろいろあるんですけど、
ちょっとそろそろもうすぐ8時間3分の1が終わるので、私も次走り終わったらカップラーメン食べようと思います。はい、8本目走り終わりまして、大体7時間今40、50分ぐらいで、8時間経ってないぐらいなんですけど、まあ、24時間リレーマラソン大体3分の1終わりました。ということでね、次の週からはちょっとうちのチームは2週ずつにして、ちょっと長く時間を確保して、ちょっと早めなんですけど夜ご飯タイムということで、さっき言ったね、配給のカップラーメンをね先に食べようかなと思います。まあ残りね、まだ16時間あるんで、ちょっとこれ食べてね、またね深夜編と早朝編のね、あと2本動画が控えている予定なので、前半はこれにて終了で、今のところキャンピーはね、3位を死守してますので、このまま表彰台に上がれるのかということで、まあ私は足を引っ張る方なんですけど、ちょっとぜひね、中編後編もご覧いただければと思います。はい、ということでちょっと今から休憩入らせていただきます。